この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女のみつ猫です。今日は、黒猫魔術店のこの祭壇から魔術グッズ、オカルトグッズをご紹介したいなと思います。黒猫魔術店は、まあご覧の通り、魔術を専門に扱っているお店なんですけれども、今回は、お香をご紹介したいと思います。でもただのお香じゃなくって、こんな感じの、じゃん、お香です。セージなんですけれども、これはドライハーブになっているセージですね。はい、ちょっと中をご覧いただきたいなと思います。このセージは黒猫魔術店が運営しております、無農薬栽培をする魔女畑というところで栽培をしているセージになります。はい、無農薬なので、もう蓋を開けた時からセージの香りがここに漂っているくらい、とっても香りが良いものになります。はい、あー、いい香り。はい、これをですね、満月の時に私たちは収穫をしているわけですね。それが特徴になります。ここには、ヤギ座の満月と書いてありますね。で、こっちは伊手座の満月というマークで書いてあります。こんな感じで、満月の時にしか収穫をしないと決まっておりますね、私たちの畑では。で、これはなぜかというと、日本の、農業は昔は太陰暦、つまり、月の暦によって、例えば種まきとか収穫とか、まあ、剪定とか摘果とかいろんな作業を行ってきたという歴史がございます。まあ、太陽の暦だとちょっと時期が測れなかったというのもあると思うんですけれども、月によって江戸時代くらいまでですかね、明治の前くらいまでは月の暦によって農業をやっておりました。で、私たちもそれに習ってですね、それによると満月の時に収穫したものについては、例えば地上にあるものですね、葉っぱとかお花とか、あとは果実なんかっていうのは、土よりも上にあるものは月の引力、そして太陽の引力によってエネルギーが高まった、つまりみずみずしい状態で収穫をすることができると言われています。ですので満月収穫のこの子たちもエネルギーが強いという状態で、はい、収穫してます。実際に何度か実験をしておりまして、例えばローズマリーなんかを使ったフォカッチャとかを作って食べたりして、その時になんか、新月収穫をしたのはちょっと苦いけれども、満月収穫をしたのはちょっと甘いというふうにですね、なんかそういう実験もしてたりしたので、詳しくはブログをご覧いただきたいところではあるんですけれども、じゃあこのセージどういった意味があるかというと、セージは魔術的能力でいうと不死とか生命を与える、そしてそれを守ったりする、すなわち浄化の作用が強いということになります。はい、で、それぞれのですね、満月によってまたちょっと意味合いが変わってきますね。例えばお羊座の満月だと活動とかチャレンジ、それが阻害されている時にそれを取り戻す、すなわち浄化することによって通常の状態に戻すことができます。そういう時は、お羊座の星座を使ってください。ここにはないですけど、はい。で、次に、お牛座の満月。これはお金を稼ぐ、蓄財というのがお牛座の能力、優れておりますね。はい。ですので、それがちょっと滞ってるという時なんかは、このお牛座の満月の星座で浄化するといいかもしれません。次に、双子座の満月。出会いとかコミュニケーションの時に使うと良いとされています。次に蟹座の満月。
家族や仲間を守る。獅子座の満月、カリスマ性とか貫禄の魔術に使う、取り戻すために聖地を焚くということですよ。で、そして乙女座の満月、これは分析力、繊細さ、労働、つまり仕事をするときなんかにそれが阻害されている場合、こういった聖地を焚くと良いということですね。で、天秤座の満月、バランスとか社交性。サソリ座の満月は受け継ぐもの、変化変容を表しています。で、次に伊手座の満月ですね。こちら伊手座のマーク、はい、伊手座の満月は教育とかあとは治療の魔術で使われます。ですので、ちょっと何か勉強したいことがあったり、ちょっと病気を治したいなって思ったりなんかした時に、この聖地を、伊手座の満月の聖地を焚いて浄化してスッキリさせるみたいなことができますね。はい。で、次にヤギ座の満月。ヤギ座の満月はこちらですね。ヤギ座の満月は努力とか勤勉、欲求の願いがあるときに、もしそれが滞っていたら、このヤギ座の満月の聖地で浄化することができます。はい。で、水亀座の満月は個性とか趣味の活動というときに使えますし、魚座の満月は直感力、優しさとか芸術なんかのときに使うことができます。はい。さらっとご説明させていただきましたが、止めながら聞いてくださいね。はい、では実際に聖地を焚いていきたいなと思います。今ここにですね、実はさっき火をつけた、これはもともと真っ黒い炭だったものなんですけど、火をつけてちょっと、熱くなっている状態の炭がこちらにございます。この上にですね、聖地のさっきの葉っぱを落としていくという形になります。でも、よいしょ、皆さんがよく知っている聖地っていうのは、多分なんかね、こういうなんか聖地のスマッチみたいなタイプがあると思います。はい、こういうタイプの聖地に、ホワイト聖地とかね、こういうタイプの聖地に直接火をつける方がいらっしゃるんですが、それはとっても大きな間違いです。火をつけてみましょうか。火つかないんですよ。ほら、火つかないんですよ。なんでかっていうと、ちょっと表面積が大きすぎて酸素が中に入っていかないがために燃えにくいっていう状態になります。今まだ赤いところありますけど、これそのうち消えます。ですので、直接火をつけるやり方というのは、まあ燃えても短時間しか燃えないので、とっても効率が悪いです。ですので、よいしょ、私たちはこの熱した炭の上に聖地を落とすというお焼香みたいなやり方をいたします。今じゃあちょっと聖地を落としていきたいと思います。このような形でこれを、よいしょ、はい、炭の上に落としていきます。はい、すぐにこのように煙が出ますね。はい、お分かりいただけますでしょうか。さっき直接火をつけるよりも何倍も煙の量が出てくれます。で、この煙を置いた直後は、このような白い煙、白くたくさん煙が出るんですけれども、よいしょ。たくさん煙が出るんですけれども、すべて燃えてしまうと、このように葉っぱは黒くなります。はい。よいしょ。黒くなりますね。で、そうすると煙も少なくなり、ますので、新しい葉っぱを継ぎ足してください。よいしょ。で、今乗せましたね。そうすると、すぐにこのように煙が出てきてくれます。はい。で、燃え尽きる、黒くなって燃え尽きるのが早いです。
最初のうちはセージの香りがしますが、このように黒くなってからは、炭の香りの方が勝ります。ですので、大きいのを置くとか、あとはちょっと大量に置いてみるとかをするといいかもしれないですね。これちょっとセージじゃないな。セージをもちろん置くんですが、他のハーブを混ぜると、この炭の上で香りを調節、ブレンドすることができます。で、そして、この煙の量ももしちょっと煙いなと思いましたら、置くハーブの量を少なくするとかで調節することができます。ですので、このタイプのお香の利点はですね、自分でこの煙を調節することができたり、あとは香りを炭の上でブレンドするという自由さがあって、とても面白いというところになりますね。うん。どうでしょうか。プラス、ハーブのそれぞれの香りはもちろんのこと、この黒くなった時に炭の香りもプラスアルファされます。ですので、ちょっと、こう、大人っぽいというか、土っぽい香りもプラスされるので、なかなか、ベースが好きな方は、とっても好きだと思います。でもそこら辺も自分で調節することが可能ですね。黒くなったハーブをいつまでも炭の上に乗せておくと炭の香りが強くなりますので、炭の香りが嫌いな方は炭の上から黒くなったものをどかせばいいということになります。どうでしょうか。で、この煙が立っているうちに普通はこのような、例えば石とかをね、お守りのものをこう煙の中にくぐらせて浄化をするわけです。はい。これがインセンスマジックの浄化の術ということになります。はい。だんだん中が黒くなってきちゃったので、ちょっと炭っぽい感じがするので、はい、避けます。はい、こんな感じで避けました。で、そしてもう一度焚いてみましょうか。はい。間違っても、唐辛子とか、これね、唐辛子とかを炊いてはいけませんよ。唐辛子はカプサイシンが入っておりますので、とっても呼吸器官が痛いことになります。で、例えば、このような魔術具をお持ちの方なんかは、この煙の中にまんべんなく石をくぐらせて浄化をすることもできますね。で、別に魔術具を浄化するためだけではなく、インセンスマジックという目的のためにもとってもいいと思います。例えば、ハーブを、いろんなハーブを混ぜまして、そしてここに乗せます。で、この煙と、あとは香りが漂っている間に自分の願いとかを煙の中にイメージしたり、あとは、ハーブをくべながら、願いをイメージすることをしたり、これがインセンスマジックになりますね。はい、どんどんとくべていく。はい。これがとっても楽しいというのがインセンスマジック。どうでしょうか。このだんだんと黒くなって燃えていく様を見るというのも、なんか心が落ち着くような感じがします。お好きな方はきっとこれでトランスに入ることもできるんじゃないでしょうか。うん。こんな感じで。どん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 炊いていくことができます。で、儀式を行う、そのインセンスマジックをやる方はですね、密室にしていただいてやっていただく形になります。その方が、つまり煙を閉じ込めた方が目が痛くなりますから、その方が苦しくなってトランスには入りやすいですね。ただ、儀式が終わった後は、換気を必ず行ってください。煙たいままだとちょっと、うん。
ちょっと体に悪いかなと思うので、はい、必ず換気を行ってください。と、まあ、こんな感じで、はい、使い終わった炭は、炭とかちょっと赤くなったハーブたちは、この香炉灰の中に埋めてあげるととってもいいと思います。鎮火するところまでが魔術ですのでね。はい、このような形で終了ということになります。はい、皆さんブレンドをしたりだとか、うん、自分の好きなように煙を使ってトランスに入ったり魔術を行ったりとかっていうのはインセンスマジックの本当に醍醐味であり自由度が高い魔術だと思いますので、ぜひお試しください。はい、ハーブを炊くっていうただそれだけのことなんですけど、なぜか心が落ち着いたりとか、うん、とってもいい雰囲気を味わえると思います。はい。ご家族と一緒に暮らしている方なんかはちょっとこの部屋一時だけ煙くなるけど気にしないでねとかね。あとは火災報知器にはちょっと煙がいっぱい出ますのでご注意いただきながらやってみてください。それでは今日は黒猫魔術店の三つ猫がインセンスマジックのためにこのセージをね、セージをご紹介いたしました。これセージの動画だったんですよ。セージをご紹介いたしました。もしこの動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンどうぞよろしくお願いいたします。黒猫魔術店の魔女三つ猫がお送りいたしました。バイバーイ。